さんも衝撃の事件が起きまして、なんか僕もさっきちらっと前室で聞いたんですけど、はい、衝撃、僕も衝撃でした。実家にリムジンがあったっていう、リムジン発言をしていたという。なんで言われんだよ。小学生の頃に交通事故に遭い、軽い記憶障害が起きた。なんで言われんだよ。何年も一緒にやってんのに。空手の黒帯です。15歳の誕生日をドバイで迎えました。なんで面白そうじゃん。めちゃくちゃ面白いじゃん。ニュージーランドにホームステイしたのは聞いてるけど、ドバイって世界のお金持ちが集まるとこだけど、なんでアラブ首長国連邦じゃん。なんで言わないの。うちの厩舎 G1 でしょ。うちの厩舎。なんで言わねえんだよ。お嬢、1歳の時ベビーモデルをしていました。すごい。めっちゃ恥ずかしいです。いやいや、言うよそれ普通。春の選抜高校野球の開会式に出たことがあります。なんで出れんの。あれあるんですけど、いとこに J リーガーがいます。おじいちゃんも政治家やってました。おじいちゃん政治家だった。おじいちゃん政治家。なんで言わねえんだお前たちは。なんだ。何やられてたの。普通に歩いていただけなのに海に落ちたことがある。怖いよ。なんかありそう。普通に大沼ありそうだな。そうなの。だから気をつけてとしか言えない。怪我の多い人生でした。そうでしょう。野球選手の引退試合じゃないんだから。でもランドセルがあったので多分。あ、下校中？登校、朝です。登校中、朝。誰かんちの玄関みたいなこと？あ、そうです。そういうことかい。その人もびっくりだったね。サーマーでも玄関開けれなくなるよ。確かに、引き取り変えるだろうな。マジで今週俺ぎっくり腰直らないんだよ。結構座ったりだった。